元キングプリンスメンバー騎士ユタの退場に伴い、平野紫耀の自作イラストがファンによる合流に合わせとして注目される。皆様、こんにちは。私は〇〇、あなたの名前、です。ジャーナリストとしてエンターテインメント界の最新情報をお伝えしています。今回は、元キングプリンスメンバーで飛べ所属の騎士ユタさんに関する興味深いニュースをご紹介します。 岸優太さんが所属するジャニーズ事務所を退所することが決定しており、その退所に関連して平野志耀さんのインスタグラム上の一枚のイラストがファンの間で話題となっています。9月末にジャニーズ事務所退所が決まっている岸優太さんのメンバーカラーは紫であることが公になっています。 その岸優太さんに関連して、元キングプリンスをー活動していた平野紫陽さんが自身のインスタグラムを更新しました。彼は2日に自作の絵を公開し、これによって2万件を超えるコメントが殺到する事態となりました。平野さんは自作イラストについて、前にどこかで話したことあったと思うけど、タブレットで絵を描く暇つぶしにはまっております。平野紫陽です。 と挨拶しています。イラストは、色鮮やかな人魚の後ろ姿で、夏っぽいものを描きたいなと思って、なんか人魚思いついたから描いてた、とのコメントが添えられています。また、背景色として、シンク、ターコイズブルー、紫、が使用されていることにも注目です。 元キングプリンスー活動していた際の平野さんのメンバーカラーはシンクであり、神宮寺ゆうたさんのカラーはターコイズブルーでした。岸ゆうたさんの退場に伴い、彼の新たなメンバーカラーが紫であることが発表されているため、ファンたちの間では匂わせという声が SNS 上で拡散しています。この投稿に対しては多くのコメントが寄せられており、 平野さん、宮司さん、岸くんから岸くん合流の匂わせじゃ、んもしこれが三人のことで察していいのならポポポクミサイ、集結。三日月のタトゥーの意味は再生らしい色合いがとても素敵ですといった声が見受けられます。 キシユタさんのジャニーズ事務所退所が決定していることを受けて、元キングプリンスへのメンバーである平野紫耀さんのインスタグラム上で公開された自作イラストがファンたちによる交流に合わせとして注目されています。キシユタさんの新たなメンバーカラーが紫であることから、ファンたちは再集結の可能性を考察しているようです。これによって、 ファンの間で盛り上がりが生まれていることが伺えます。今後の展開に注目です。